皆さんこんにちはマセマティカルアナウンサーの篠崎直子です今日の問題はこちらじゃんけん階段という問題ですはい問題こちらですちょっと長いんですけれどももう読んでみますねじゃんけんをして勝った方が階段を登るゲームをします、うん、グリコみたいな感じですね、えー、同じ段からゲームを始めてグーで勝った時は3段登りますで、チョキかパーで勝った時は6段登ります アイコンの時はじゃんけん1回に数えないということにして何回かじゃんけんをしますこれについて次の問題に答えましょうという問題です括弧1番ケンさんとしょうさんがこのゲームをしました3回じゃんけんをしてケンさんはグーチョキパーでそれぞれ1回ずつ買ったんですねケンさんは何段登りましたかという問題です、えー、これはこれは 順番に考えていけばわかりそうですよねまずケンさん最初にグーで勝ちましたさあ何段登りますかそうですねグーで勝ったら三段登るんですねだからまず三段登りました、うん、で次チョキで勝ちましたチョキで勝った時は何段登りますかそう六段ですよねだから三段登ったところからさらに六段登ることになりますだから六段登ります次最後はパーで勝ちましたパーで勝った時も六段登るのでさらに六段上に登ります だから三足す六足す六を計算してあげて十五、えー、かなはい、えー、検査は十五段上りましたということで括弧一番は出てきますねはいああ消えちゃった <laughs> もう一回書きますかえっ、ー、と三足すあごめんなさい